一つ一つ丁寧に自分が納得するところまで持ってって、品質に妥協しないように常に心がけてはいます。中高生の頃に楽器を新しく買ってもらって、その楽器を開けた瞬間の喜びっていうか、そういうのがずっと忘れられずにあって、でその思いをその自分の楽器を買ってくれた人がしてくれると思うと、常にいいものを作りたいなっていう気持ちにはなります。